台湾大口食べ歩き。松は今回雲林県の北竿に向かいます。北竿は嘉義から車でおよそ30分。台湾西部のこの地方も廟があることで有名とのこと。松はどんな食べ物に出会うんでしょうか。この辺にカエル料理があるらしいんだよね。カエルって昔食べたことがある。福岡でグルメレポーターをね、やってる頃に番組でちょっと下手者みたいな、そういうものを巡りましょうみたいな。でレポーターと、もう一人のレポーターと二人で行って、でやっぱりね、ディレクターはまず初めに食べさせて、これは何の肉でしょうって、美味しい美味しいって食べててね、何の肉でしょうってカエルって言われてびっくりするみたいな、そういうシナリオがあったっていうね、まあだからすごい、そのもう一人のレポーターすごい驚いてたけどね。ただ味は結構は鶏肉に似てるななんてイメージはその時は持ってたよ、だから抵抗感はない、一回食べたことあるからね。ということで店先にカエルのフライが並ぶところにやってきました。アニャ、本社をチンは、ハイヤオスンシュファン、スンシュファン、不要香菜。本社をチンワーとスンシーファンを注文した松。カエル料理は日本ではほとんど食べませんが、台湾には多いんでしょうか。店の前にはフライだけではなく、カエルを使ったスープも置いていました。カエルの形が残っていて、見慣れない人も多いかもしれません。出てきたのはこの2品。これがね、本社をチンワーっていうのと、スンスーファン。まずは本社をチンワーから。色合いがうなぎのようにも見えます。カエルだよね、これ。カエルのもうそのまま形だね。こういうものは初めて食べる。このカエルのそのままの形があるっていうのは、なんか海苔巻いてるみたいな、そんな感じがあるけど。うわー、どう食べようかな。小骨がたくさんありましたので、口の中から取りながらいただきます。結構小骨があるけど、なんとかな、身そのものはやっぱすごい柔らかくて、だから昔食べたカエルってのはなんか鶏肉に近いイメージあるから、それよりもすごい、プルプルの食感があるよね。後ろの人が驚いています。そのままのカエルにかぶりつく松。プルプルの食感がいいようです。なんか皮の部分を食べるとね、肉を食べてるというよりも魚の方が多分近いかもね。魚の皮を食べてるみたいな、そういう食感。味も比較的魚の方に近いんじゃないかな。肉よりも、魚っていう感じがする。骨を取りながらカエルを食べた後はスンシーファン。スンスーファン、だから、これは何だ、椎茸入ってるの、タケノコか、タケノコと、卵、タケノコと卵入ってる、椎茸も入ってるね。あ、うまい。これ椎茸のね、こう噛むとこう味が広がってくるんだけど、椎茸と卵がね、うまく絡み合ってて、日本にもこういうちらし寿司っていうのがあって、卵をすごく細かくね、切ってね、そういうのかけたご飯がある。それは酸っぱいんだよね、酢をかけるから。これはちょっと違う感じで、確かに日本のちらし寿司に似ています。だからなんか一見こう和風でもあるんだけど、それはこれで台湾テイストですね。タケノコと卵の味わいがよく出ています。あ、タケノコのシャキシャキがいいね、タケノコ、椎茸、卵のねシャキシャキで、でやっぱこう和食みたいな感じもあるんだけど、やっぱりねタレの
感じがやっぱ台湾のね良さっていうか独特のねこうものがすごくある、あの醤油のねこうこってりとこうしてご飯と絡めるっていう、なかなかこれはいいもんね。これカエルがあるやん。こういうとこにカエルがあるってことはやっぱカエルなんか由来があるんだよね。カエルがいっぱいいるもん。なんかカエルの置物みたいなのって見たことあんのかな、初めて見るかも。いやホーストはうんいいね、すごくこう存在感が出てきて、うん。店のすぐそばで見たカエルの像、記念碑を囲むように何匹かいます。このようなカエルの置物は非常に珍しく、逆に存在感があります。こういうあのね中心のこう記念碑みたいなところにカエルいるとかで、やっぱ好きなんだろうね、町の人っていうかね、食べるものもね。ペイカンはだいたいお寺の周辺が結構賑やかなようなイメージあるね、うん、カラフルだもんね。でね、ふと思ったのは、まあ台湾に来ながら一回来て何日かいて、またちょっとね撮影して日本に帰るっていう、そういう生活なんだけど、日本だとまあ1万円札までが一応使えるお金の中で一番大きい単位で、台湾は1000元なのかな、1000元って日本円だとまあ3000円前後になるだろうけど、もう一単位大きい お札欲しくならないのかな。僕なんか小銭入れ持っててもうパンパンになっちゃうからね、うん、1000円札が何枚入る、だからもう一つ例えば5000円札とか1万円札みたいなのが普通にね、まあ台湾でもあれば、もう少しこう枚数が減らせるようなイメージあるんだけど、どうなんだろう。雲林県ペイカンに来ている松が続いて向かったのはスイーツの店。ヤンザイタンピンダイワン、うん、セブン。ヤンザイタンを注文した松。具材をお椀にまず入れていき、それから氷をかけるようです。温かいのか冷たいのかよく分かりませんが、見かけはかき氷。現在、現在炭、氷かぶってるけどな、中見えない、ちょっと中を出して、あ、混ぜるのかな、これ、うん、ほほほほ、あ、こうだな、うん。今すごい中にもちもちなのがあった、うわこれうまっ、このもちもち感いいね、このキューキューの具合っていうのはもう最高にいいね。日本ではキューキューっていうと、まあ、もちもちとかそういう言い方をするけど、やっぱキューキューの方があの雰囲気が出るよね、うん、キューキューってあの英語のキューキューだけどね、あのこれ日本語に逆になんとかな、日本語で流通させられないかなと思うよ。ラバン、はい、原材炭、はい、ピンダーリメンヨーシの材料、材料、うん、本当、うん、リュート、単元の、这个是脆圆的，脆圆的，哦，不一样，不一样，那是米，啊米，啊这个是粉，啊米材料が不一样，不一样。キューキューだやんと一点で不一样。具材のキューキューがそれぞれ違うことに松は驚いていました。わあ、もうこのキューキュー感がいい。うん。で、小豆とね、うん、小豆の味わいがすごくほんのり甘くていいんだよね。でもキューキューっていう言葉を日本で
こう持ち込んでね、あ、キューキュー、なんかいいね。台湾では日本語ののっていうね、ひらがなが流通してるでしょ。もう結構みんな知ってるような感じで、街角の看板でも見るけど、日本でこれキューキューって言葉、なんかね、流行らないかな。店先ではおばさんが丹念に粉をこねていて、その奥で救急を楽しむ松でした。だから単位がもう一つこう手前までしかないようなイメージあるんだけど、これどうなんだろうね。台湾の人の感覚がよくわからないから、まあ、台湾の人はそれでいいと思ってるかもしれないけどね。5000元札みたいなのとかね、1万元札ってあればもう少し便利にならないのかな。どうなんだろうね。松はペイカンでこの後どんな食べ歩きをするんでしょうか。台湾大口食べ歩き、ペイカンに来ている松、色鮮やかな街並みです。いやすごいね、しかしね、人の賑わいと。いや前、何日か前かな、ホテルのそばでバン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 って音がして、なんか銃撃戦とかなんか思ったんだけど、あ、そっか、爆竹かと。で実際外出てみたら、結婚式 の車みたいなのあったか。あ、そういえば昔友達のね、台湾の友達の結婚式出た時、あ、やってたなと思って思い出した。爆竹に驚いたという松は、そのまま鴨料理の店に入ります。いがれん、なんで、ダメージ。ヤローファン。ヤローファン、シュエン。うん、注文したのは、ヤローファンとトンヤー。この地方は鴨肉を使った料理が有名とのこと。鴨肉も日本ではあまり食べませんが、松は台湾で以前食べた時、その柔らかさにびっくりしました。果たしてこの店のものはどうでしょうか。これがね、ヤーローファンとね、トンヤーってのが出てきたけどね、ヤーローファン。まずはヤーローファンからいただきます。うん、あ、これもあのホーチーローファンとか中ローファンとかそういう感じ。ホーチーローファンとかにあの近いというか、なんとかな。普段結構ホーチーローファンは台湾食べるんだけど、ヤーローファンっていうのはね、これはこれであの鴨肉のこう、あの皮のね、独特なあの食感、うん、プルプル感とかがあるね、うん、ちょっとあのヤーロー独特のあの臭みみたいなのがあるんだけど、しかしこうタレがね、全体的にすごくよく効いてる。ルーローファンやフォーチーローファンが好きな松は、ヤーローファンも気に入った様子。あ、ヤーローファンもこの辺多いみたいね、うん、うわー、でもこれ身の部分はこうやっぱり肉の旨味がぎゅっと詰まっててね、うん、あの噛めばこう味が出てくるという、うん、そういう感じがあるね。タレもまたあのちょっと醤油風味の、うん、鴨によく合う、うん、ヤーローファンに舌鼓を打った後はトンヤーをいただきます。半透明のスープに大きめの鴨肉が入っています。これがね、トンヤー。肉のこう、あの、なんだろう、噛んだ時のね、やっぱりギュッと出てくるのがね、やっぱ素材の
持ち味がすごいこう噛めばぐっと出てくるから、あの本当にこういらない味付けがないというかね、あの素材がやっぱり持ち味を引き出すというか、そういう調理法できるよね、やっぱすごいなと思う、うん、肉は少し赤みがかかっています。あ、身がホロホロでね、日本では鴨肉って食べるところもあるけどあんまり売られてもないし、食べる場所をそんなに聞いたことないんだけど、ここの辺は結構もう普通に食べるんだね。でやっぱりすごいなんとかな、人がこれだけ、もう中はもう人いっぱいだから椅子がないぐらいだもんね。あ、もうその理由がよくわかるわ。よく煮込まれていて柔らかい肉を松は次から次へと食べていきます。にぎやかなペカンにやってきている松が続いて足を運ぶのはお菓子屋。地元の有名店のようですが、松がそのお菓子屋で選んだのはルーロートーサー。啊，一个一个一个，嗯，对，谢谢，谢谢，谢谢。何かハンコのようなものが押されています。ルーロートーサーね。なんかこれ難しい味だね。あの中すごいポロポロで食感としてはいいんだけど、なんか肉と甘い感じがね、どうなんだろう。これまあ人気があるみたいだから結構好きな人もいるんだろうけど、あのどういう感じで言ったらいいのっていうね。だからまあ食感はもちろんいいんだけどね、味的には中身はご覧の通り、口の中に入れると、あんのしっとりとした感覚を味わえます。うん。なんかそれぞれ見るといいんだよね。あんこの感じとか。ただこれがね、中がルーローっていうのがね、ちょっとわかんないんだよね。これ入れる、なんかワッフルに肉が包まれてるっていうね、それはなんか分かる気はしたんだけど、ここまでいくとね、お菓子に肉が入ってる感じがねよく分からない。だから口に合わないとも言えないんだけど、分からないとしか言えないんだよね。店には多くの種類のお菓子があるようです。味が難しいと表現した松、また別の機会にこの人気店で他の種類を試してみたいものです。台湾大口食べ歩き、ペイカンにやってきている松は通りをひたすら歩きます。ペイカンのね、この通りは何だろう。結構今見えるのはまあ肉とか売ってるものやね、素材をそのまま売ってるんだよね。これ大きい塊だから誰が買うんだろうか、店をやってる人が買うんだろうかね。家庭用にしてはね、かなりこう大きな塊とかで大量に買っていく人が、多いんで、やっぱこれはあの店でね、調理して使うという感じなのかなと思う、いやでもこれはすごい生活感があるね。やっぱ海鮮の香り、匂いも、してくるもんね。生活感を感じるこの通り、老板你面线糊加蛋一个一个一碗卤肉饭一碗不要香菜，不要香菜，你韩国人
没有。没有。啊啊，不要香菜啊。日本的。日本的。日本人の松が続いてやってきたのはこのお店。麺せん風が有名なようですが、その他に定番のルーローファンも注文しました。家庭的な雰囲気も感じるこの店。親子なのでしょうか、店を忙しそうに切り盛りしています。出てきたのはこちら。これがね、ルーローファンとミエンシェン風のチャータンだから、卵加えたんだけど、なんかおかゆみたいなね、感じだね。まずはルーローファンからいただきます。よいしょ、ルーローファンから食べよう。メアリバチェンやんのね。バチェンね、冷静。うん、あー、しっかり味がついてるね。ここの、肉は他の店で食べたルーローファンではもうドロドロとろけるような感じだけど、ここのは身がね、しっかり形残してるような感じで、食べてもなんとか、形が崩れにくいとか、しっかりしてる。身がしっかりしていて食べ応え十分。タレもよく絡み合っています。なんだろう、ルーローファンって本当にだから、油分がここのものは少ないんだよね、だから なんだかな、まあ鶏肉とかそういう感じもあるよね、中ローだろうけど。ルーローファンも店によって特徴があります。なんだろうかな、身が本当なんかこう、でその肉のうまさっていうのはすごい出てくる。ルーローファンの中でとろけるって、このルーローファンは中でとろけはしないんだよね、そして肉の隣の白いもの、これ豆腐に見えるんだけど、これ卵だね。この味加減ってすごいいい。これいやー、ちょっとこのルーローファンもすごいな。でもルーローファンね、他の店で食べたルーローファンってこういう他のものが載ってなかったりするんだけど、卵なんだね。いやー、すごい。これルーローファンの材料、ルーローファンの材料、那个是那个火腿肉，猪的黑猪肉的火腿肉，然后半瘦半肥的。蛋白。蛋白是他妈国那个蛋黄，然后你泡那个面线，然后蛋白就放进去，这个就是用蛋白。ルーローファンはもちろんですが、蛋白もまた格別な一品。ルーローファンに続いては麺せん風。これがね、麺せん風。うわー、これはいけるね。雑炊にさらにこう麺せん風の食感を加えたみたいな、この雑炊そのものがもう最高の出汁が出てる。こんな感じなんだ。出汁がとにかくたまりません。麺せん風的材料是什么？麺せん風。麺せん風的材料那个是面粉。面粉下去做的那个白面线。白面线啊。经过发酵然后做出来的那个白面线。然后做完的时候没有，就是用那个太阳往下去炉灶。炉灶起来然后我们再放进去。さまざまなエキスがにじみ出て濃厚。米がね入ってるんじゃないのかな、これ全部麺せん風なのかな。なんかおかゆとか雑炊みたいな、そういう風に見えたんだけど、これ麺せん風だけで
うん、だからもうこの見え方自体があのお粥とか雑炊みたいな見え方をするんだけど、だしがすごいね。で卵多分入れて、卵入れてるから入れないものと比べてもさらにこう卵の白身のねとろとろ感が出てて、うわこれちょっといや今まで食べたことないようなそういうすごい感じがあるね。とにかく驚きを隠せない様子の松。続いてはラオパンがサービスで出してくれたこちら。サンスーチュエンっていうのがねこう出てきたけど、なんだろう、これ玉ねぎかな。あ、熱そうだもんな、湯気がすごい出てる。うん、うわぶつ切りの肉とねこの玉ねぎ、うん、かな。野菜のシャキシャキがすごい甘みがある、うん、でこう外はドロッとしたあの醤油系のあのドロッとしたねソースがかかってます。うわこれやっぱいけるね。プリプリの食感だからミンチもすごいぶつ切り的な 大きなミンチだからなんだろう、うん、あのすごくこう食べてあの食感がプリプリ感があのすごい残ってるね。サンシーチュエンの、あ、サンシーチュエン、サンシーチュエン里面就サンシー就是有三种丝啊，一种两种菜丝啊，然后用那个猪的那个横膈膜里面有那个网，里面有那个肉，那个薄薄的透明的那个进去了，不是用那个豆皮的，我们这边都是用那个猪里面那个薄薄的那个。この食感ってすごいな。やっぱどうやって作るんだろうと思う。でもどうやってこれを作ろうと思うか発想がね。ああ。いやこれはいけん。まだこうまだ残ってるね食感がね、シャキシャキのね野菜のシャキシャキの食感が。ああ食べ応え十分の一品。さらに豪快にかぶりつきます。庶民的なメニューですが一品一品驚いてばかりの松でした。通りを歩いていく松。何やら人集まっています。松にとっては少し見慣れない風景。ルーレットをしているようです。当たれば何かもらえるのでしょうか。なんかねこれぐるぐる回しながらこうする。安いな。うん、当たったらなんかなんだろうね。ルーレットで打って刺すみたいな。ちょっとやり方わかんないけどやってみよう。何分何とこら。あば。うん。続いてはこちらの店。お客さんであふれています。トゥトーツォン売り切れということで積んでいるちまきにしました。ロゾン次から次にお客さんが来てラオパンは息つく暇なしといった感じです。ちまきもまた人気メニューの一つとのこと。トゥートーゾンっていうのが売り切れてたからこれちまきね。
ああ、うまな。米のぎっしり感がいいね。ここのものはあの米自体はそんなに色がついてなくて、下の方にあのスープがちょっとね、あのつゆが乗ってるような感じなんだけど、うわこれつゆつけてもつけなくても、うわこのぎっしり感が最高にこれいいわ。充実感があるよね、ちまきってギュッと押しつぶされてね。米と肉の旨味がそれぞれぎっしり詰まっています。で下のあのつゆっていうのは何だかな、うん、あの醤油風味でね、うん、なんかあの日本の中華そば食べてるみたいな、そういう味わいなんだよね。だからつけ麺みたいな感じのつけご飯みたいな、うん、そんな雰囲気がある。あこれうまい、やみつきになるねこれね。この近く住んだら毎日行くな。特に地元の人が集まる人気店、松はこの後も米館で食べ歩きを続けます。台湾大口食べ歩き、日が暮れた雲林県米館。それでも松は地元で根強い人気があるという店に行くため移動します。トゥトファンイワン、トゥトファン、注文したのはトゥトーヨーファンとパイクースータン。この地方ではトゥートーヨーファンがよく食べられていると聞いた松。厨房を覗いてみると、タレに漬け込んだ肉のようなものをご飯にかけていきます。出てきたのはこの2品、シンプルなメニューです。この辺ではトゥートーヨーファン、トゥートーがかかったご飯がねあるみたいで、トゥートヨーファンとパイクス、パイクスタンカ。まずは豆と椎茸も乗ったトゥートヨーファンからいただきます。あのちまきがもうそのままのなんとかお椀に入ってる感じはね、うん、ちまきにあの豆がトゥートが入ってるのってもう何回か、うん、食べたことあるんだけど、さらにこれ肉がうまいね。うん、肉がすごくジューシーだね。おお、トゥートーヨーファン、リメンヨーシャマ、材料、うん、ヨーファン、ヨーファン、トゥートー、加土豆、土豆是我们的特色。あ、特色だ。トゥートー是这边的名产吗？对。あ、北港的名产だ。あ、トゥートーヨーファンだ。肉是什么肉？肉是后腿肉。后腿啊，后腿肉。那我们是手工切块。啊，手工切块。啊，手工切块。啊，で、あのちょっと肉のジューシーさとトゥートの甘さ、うん、甘いよね。うん、これがすごくマッチしてる。初めて食べた松、肉とトゥートの味がよく合っています。お。それからもち米のもちもち感、うん、これたまらんねこれ、うん、ちょうどいい具合の、うん、あの味加減とこう歯ごたえの良さがね、これあのトゥートーヨーファンってこの地方、うん、だけなのかな、うん、いやこれ初めて食べたけどすごいいける。トゥートーヨーファンの後はパイクースータン。この店には他に茶碗蒸しなどもあるようです。そしてこれがパイクースタンカ。パイクーって何なんだろうね。よくパーコー麺とかなんか日本でも言うけど、パイクーフライだよね、揚げたもの。骨がありますので避けながら食べていきます。
これは骨が入ってんだな、うん、あでも肉のほんのりとしたこれニンニクの味も効いてんのかな、うん、すごくなんとかな骨もちょっと入ってんだけどそこ以外のパイクのうまさってのはすごいあるね。なんかこう、うん、肉のなんとかな本来持ってるなんとかうまみっていうのはやっぱ噛めばこう小さいんだけどねこうグッグッと出てくる感じ。排骨切来啊，然后就是有加那个有腌过。熱々のスープよく味が出ています。これセロリなのかな、うん、葉っぱというか、うん、が入ってる薄い緑のね、うん、それがすごいアクセントになっててこのパイクのここのパイクはね柔らかいんだよね、うん、もう口の中に入れたらホロホロっとなって砕けてこう、うん、スーッと入っていくような感じだけど、うん、でも味はこうしっかりとあってね薄味なんだけどしっかりとこう、うん、存在感があるというかちょうどいいね。トゥートーヨーファンとスープに舌鼓を打った後松は暗い中さらに移動を続けます。そして赤々としたこちらにやってきました。ラパン、カン、カンミエ、イワン。光明炉の店で注文したのはカンメとピエンシー。この店も家庭的な雰囲気。地元の人たちが多く集まってきています。ペイカンの台所といった感じでしょうか。黙々と上がる湯気から温かみを感じます。出てきたのはこの2品。乾麺とペンシー、うん、ペンシーのスープ。はじめに乾麺からいただきます。麺にはかなりの粘りがあり、箸で引き上げて口に持っていきます。うん、うわっ、うわっ。この乾麺、今まで食べた乾麺でかなり、うん、うまいとか、うん、もう何本の指かに入ってくる、ちょうどいい塩味で麺にもうそのものに味があるという感じがあるね、うん、だからなんとかそれ以上の複雑な感じは全然しないんだけど、見た目はねすごくこう なんとか色が少ないから。なんか淡白な感じ受けるんだけど、これは麺の味はあっさりとして、しかしこう、うん、しっかりとした味がついてていける。乾麺、乾麺里面有什么？哦，就是那个纯正的那个猪油加葱，加葱，那个油葱下去拌，还有蒜头泥。啊，蒜头泥啊，蒜头泥啊，啊，还有点青。清的酱油，我们自己做的酱油啊，特别的酱油，特别的酱油下去调。特別なという存在が分かる松。松の言葉が通じたようです。うわ、この味はちょっとなんとかな、驚くほどインパクトのある味じゃないんだけど、このうん、なんとかな、美味しさに驚くね。すごいいける、これ。麺、うん、那个面是蛋白，只有取那个蛋白下去做，那蛋黄没有用。哦，这因为是爷爷做出来的，然后就传到我公公，然后跟我先生一直把它守成啊，就把它接下来。啊啊啊！麺そのものにこだわりがあるこの店。味わいながら口の中に入れていきます。
なんかこういうなんとか店の雰囲気とか佇まいを見るとね、なんか他のねメニュー何品かあるメニューを全部食べたくなるんだけどね、まあ、そういうわけにいかないんだけど、いやーこれはいけるな、かなり驚きがあるねこれ、うん、麺を食べた後はピエンシー。ピエンシーは日本ではワンタンのことでしょうか。これがねピエンシーのスープ、うわこれも、なんだろう、あの期待以上の味、うん、だから味自体って本当に なんだかな、うん、すごくいろんななんか香料が入ってるとかそういう感じじゃないんだよね、うん、多分味を表現しろって言ったら、まあ、塩とかしか思い浮かばない、うん、スープのあっさりした味とかねしかないんだけど、この味の具合がねちょうど、うん、僕の舌に、うん、合ってくる、味覚にすごく合うんだよね。プルプルとした皮の食感があります。この肉の旨味の閉じ込め方とね、うん、スープのあっさり感とはもう絶妙だね。便心？便心哈，它那个皮是自己擀的，自己擀的，手工擀的。啊，手工擀的，自己做的，我们自己做的。里面的肉也是猪肉加那个酱油，油葱呢？对，还是要用油葱才会有味道。啊，蛋的味道啊。汤的味道，那个酱油跟面的都是一样的，那个酱油啊，酱油的特别的，特别的。あのペンシーとかあとフントンっていうでしょ、ワンタンって日本ではねワンタンって言うけど、これどう違うんだろうね。ペンシーっていう呼び方一緒のものだよね、うん、その辺があの不思議でしょうがないっていう、うん、就白鲜味汤鲜味，然后换那个面汤下来，因为这样面才会好吃。啊，这是骨辣汤。啊哈，骨辣汤。啊，骨辣汤。你这好口味汤啊。啊哈。骨からしっかりと出汁を取ったスープ。そしてそのスープで勝負した料理に圧倒された松。松はこの後場所を移動してさらに食べ歩きます。台北に場所を移した松、歩いて南京シールへとやってきました。店の名前から見ても芋を使ったスイーツでしょうか。台湾にはさまざまなスイーツがあり、多くの日本人観光客がその虜になります。松がこの店で注文したのはシェンツァオ4号。よくは分かりませんがこのメニューの名前、映画のタイトルとかけているんでしょうか。芋と小豆とチェンジュー、特にチェンジューは台湾のスイーツの代表格と言っていいでしょう。出てきたのはこちら、スイーツにもボリューム感があります。これはあの台湾独特のものだし、いつ来てもひんやりしていいね。それぞれの歯ごたえとプル感を楽しむことができます。それからあのチェンジュね、ブラックタピオカね、このもちもちとね、この歯ごたえが本当にいいね。松の台湾大口食べ歩き、今回もさまざまなものを食べ歩きました。次回はどんな旅になるのやら。